まあ、1試合ごとにこうチームとしての成熟度っていうのは増してると思うので、やっぱりチームとしてこうやりたいことが多くできている証拠だと思うので、まあ、もちろん熱い方っていうのは多分見ての通りだと思うんですけど、まあ、その中でもこう冷静なというかこう知的な部分も非常に多くて、まあ、自分自身こう学ぶところも多いので、こう やりながらこう学べますし、まあ、楽しくやれているので、まあ、これからもっと良くなっていくんじゃないかなっていうふうには思ってます。もちろんゴールを奪うっていうところは、まあ、求められてますし、まあ、その中でもこう守備のスイッチであったりっていうのは前の選手には要求していると思うので、まあ、本当にこう攻守両面に貢献していかないとチームとしては難しいというか、それが大前提なので、そこは意識してというか意欲的にはやっているところです。まあ、特に負けない戦いっていうのも非常に最後の方が大事になってたので、まあ、もちろん守備全員やるっていうのはまあ当たり前のことだと思うので、まあ、その中でこう自分の特徴っていう部分をさらに出せるようにっていうのは、まあ、去年からも意識してたことなので、まあ、もちろんこう守備で貢献するのはいいとは思うんですけど、まあ、もちろん攻撃の部分でよりチームに貢献できるようなプレーをしたいなとは今年は思ってます。まあ、自分自身小さい頃は本当に学校が終わればこう毎日ボール蹴って友達とサッカーしていたりしてたので、まあ本当に楽しくやるっていうのが一番大事だと思うので、まあ楽しく毎日頑張ってください。まあ、キャリアの中でも一番試合に出させてもらいましたし、ただその中でこのクラブとしての課題も多く見つかった年だったかなと思います。まあ、目標というか目的は障害者の方と健常者の方の境界線をなくすっていうところですけど、まあ、その手段として今も活動させてもらってますけど、就労支援の解消であったりとか、そういったさまざまな事業もそうですけど、イベントとかも、これからやっていけたらいいなと思ってます。正直楽しいことばかりではないですがただその壁を乗り越えていくことが、プロになる道最短のルートだと思うので、楽してはプロにはなれないので、その壁をどう乗り越えていくか、自分で乗り越えるもよし、周りの人たちにサポートをもらうのでもよし、僕たちに質問するでもよし、いろんな周りの助けてくれる人にサポートいただきながら、ぜひザスパ草津群馬に入団できるように頑張ってください。僕は今素晴らしい車に乗っているんですけど、スバルさんのアウトバックに乗っているので、とても乗り心地がいいので、ぜひ皆さんお買い求めください。昨シーズンは4チーム降格するという今までにないリーグ制の中で、まあ、本当に最後はみんなが、まあ、残留という強い目的というか覚悟を持って最後をやりきることができたシーズンだったなというのは感じます。で、僕自身は、まあ、途中出場が多いという中で、まあ、スタメンの時はゴールは取れましたけど、途中出場の時はゴールは取れなかったんで、もう少し数字残したかったかなというのは、そこは悔しいという感じですかね。はい、分かりやすいっていうのは一つあって、やっぱ最初初めてっていうのもあるんで、大月さんはやっぱチームのみんなに自分のやりたいことを分かりやすくはっきりと丁寧に教えてくれる監督なんで、練習試合とかではみんながそれをやろうとすることができてたのかなっていうのと、あと大月さんはポゼッションというか、今ボールを保持しながら
というサッカーがメインなので、まあ、そこも沖縄キャンプではできていたのかなというのはあります、まあ、僕は筑波大学の先輩なのでやっぱちょっと怖いです。ゴールに向かっていくことと、やっぱどこからでもゴールを狙えるというところです。右足でも左足でも、まあ、頭でもどこでも自分のシュートゾーンというか、シュートゾーン、得意なゾーンがないことが僕のいいところかなと思います。2桁ゴールというのはもちろんですが、まあ、アシストのところでもしっかり数字残していきたいなと思っているので、まあ、ゴールゴールゴールっていうのはいいとは思うんですけど、そこで力入ったりしちゃうことがよくあるので、味方にもパス出せるようにしっかり選択肢持って、で、まあ、今年51点以上かな、大月さんは目標としているので、その51点以上取れるように、まあ、僕自身もフォワード陣でしっかり それを達成できるように、まあ、みんなで1人2桁ゴール以上は取りたいです。サッカーを楽しむこと、まあ、よく、まあ、僕はそうだったんですけど、小学生の時によくなんか結果を残さないといけないとか、コーチとか親とかになんかプレッシャーかけられて変に、まあ、サッカーを楽しめない時期もあると思うけど、まあ、そこは気にせずしっかりサッカーを楽しむことで、なんだろう、まあ、上手くもなるし、まあ、もっともっとサッカーを好きになるのかなと思うので、サッカーを楽しんでください。